さあやってまいりました。本日も動画のお時間でございます。どうもこんばんは、宮龍でございます。さあですね、ただいま、11月4日のですね夜8時28分でございますね。はい、ね、私35歳最後の夜ということででして、この後ですね、私、多分人生で初めてだと思うんですが、神戸に行きまーす。イエーイ。はい、そうなんです。神戸に行きます。自分への誕生日プレゼントということで。まあ、なんで神戸なのかというとですね、たびたびでもないですけど、今俺がものすごく好きで、よく見てる YouTube のですね、幽林堂しか知らない世界という、まあ、神奈川に本社がある書店さんがやってる YouTube のチャンネルなんですけれども、まあ、基本的にその幽林堂さんは、まあ、関東圏を中心にこう、店舗を展開されてるんですよ。で、去年ですかね、去年、関西に初進出ということで、関西1号店としてね、神戸阪急の中に、幽林堂さんができたと。で、今年に入ってね、大阪にもできたんですよ。グラングリーン大阪店ですかね、はい。まあなので、まあ俺も山口に住んでるので、本当はね、横浜の本店とか行ってみたいんですけれども、まあいつか行きますよ。てか年明け、来年絶対行きます。はい。なんですけど、まあとりあえずね、最寄りの、神戸阪急店に、行ってみたいなぁと思いまして、はい。そうなんです。行きますよ。でね、まあその神戸阪急店に行って、で、時間に余裕があれば、まあその大阪のグラングリーン店もね、行ってみたいなぁと思ってるんですけど、まあ現状ちょっとどうなるかはわかんないんですけれども、まあこの動画がね、今皆さんが、見ているということはですね、もう私、神戸から帰ってきてると思うので、はい、まあ、今ね、この撮ってる現状ではちょっとどうなるかわかんないんですけれども、はい。まあ、楽しんでいきたいと思いますよ。うん、初めての神戸なんでね。まあ、なんかいろいろ、まあ、その幽林堂さんにね、行くのが第一の、目標なんですけれども、まあ、他にも、書店だったりとか、まあ、なんかちょっと雰囲気の良さそうなカフェなんかがあったりしたら、入ってみたいなとは、はい、思ってますし、まあ、ところどころ、こうやって、まあ、カメラを回せるような状況であれば、ちょくちょく回してですね、記録として残しときたいなと、はい。思っておりますので、とりあえずですね、まあもうあと、1時間、あ、いや、2時間ぐらいか、2時間ぐらいしたら、夜行バスで神戸に向かいます。なので俺は誕生日になった瞬間、どこにいるかがわかんないですね。どこら辺だろう、岡山とから辺かな、広島の端っこかな、わかんないけど、はい、というわけで、はい、行ってきまーす。はい、下の席に着きました。誰もいません。じゃあ今からバスに乗ってきます。はい、今ですね、乗り場南 A の乗り場に来ております。誰もいない。誰もいませんね。もしかして下関から乗る人は俺一人だけでしょうかね。まあいいや。じゃあ時間まで椅子に座って待っときます。初めてね、夜行バスというものに乗ったんですけれどもまあ正直しんどいっちゃしんどいっすよね
で、これね、今出てるのは12時ぴったりになった瞬間に、Google マップというか、スクショした、やつなんですけれども、まだバリバリ山口にいますね。はい、はい、今ですね、朝の5時17分ぐらいですね。明石のサービスエリアにいます。はい、いた明石です。いやー、やっぱ夜行バスはしんどいですね。まあでも、もうあと1時間もしないうちにね、神戸の方に着くということで、お腹すいたな。晩ご飯も食べてないからな。まあ着いたら何か食べたいと思います。神戸着いた。はい、着きましたね。今時間が、まだ6時になってないですね。いやでもね、無事着きましたよ、神戸。はい、ちょっとね、なんかとりあえず何かご飯を食べたいけど、なんか着いたら着いたでテンションが上がってしまって、ちょっといろいろ散策したい気分ですね。はい、はい、でバスを降りてね、もう歩いて3分ぐらいのところにね、まず今回の第一の目標である、神戸阪急がですね、はい、見えてきまして、まだね、もちろん開店前なんですけれども、まあ、そのお姿をですね、目に焼き付けまして、士気を高めているという写真でございますね。はい、でここから朝ごはんを食べようということになってですね、事前に X でつながってくれてました油淋鶏の坊やさんというね方から、朝っぱらからやってる飲食店を何個かピックアップして教えていただいてまして、そのうちの一つがね、こちらのクロンボさんっていう喫茶店ですね。なんと朝の6時から開いておりますね。はい、というわけでここにお邪魔しました。はい、でいただきましたのがこちらのですね、モーニングでございます。なんていうんだ、ホットサンドっていうんですかね、トーストと言いますか。はい、俺は初めてこういうホットサンドに塩をかけて食べましたね。美味しかった。これすごいシンプルなんですけど、優しい感じで胃に染み渡りましたね。でマスターというか店主さんもですね、すごいこう気さくというか、話しかけてくださって、なんか高速バスで来たのみたいな感じで聞いてくださって、ああそうなんですよつって言って、でどっから来たのって言われたんでね、あ山口から来ましたって言って、ああそうですかみたいな感じで、そうそう、まあちょろちょろっとお話もさせていただきまして、でね、これにコーヒーがつきます。はい、なのでそれでね550円ですよ。安くない？で、店主さんも言ってましたね、安いでしょうつって、だからもうちょっと取ってもいいんじゃないですかつってまあそんなことをお話ししながら、ここを出ました。ここから怒涛の徒歩ターンの始まりですね。はい、目指す場所はですね、ポーアイ潮彩公園というところなんですね。ここに行くのがね、なんか結構長い橋をこう徒歩でも行けるんですよ。そこをねこうガーって渡って行くんですけどね、その橋を渡ってる時にね見えた海の景色がまあすんばらしくてですね、もうちょっと一人でジーンと来てましたね。あ来てよかったなって本当にねシンプルに思いましたね。でそのポーアイ潮彩公園っていうところにですね、なんか B 神戸って英語で書いてあるなんかモニュメントがありまして、でまあそこでちょっと写真でも撮るかっていうことで軽い気持ちでね行こうとしたんですけどね、結構歩きましたよ。1時間ぐらい歩いて
たんじゃないかな、1時間も歩いてないかな、40分ぐらいかな。まあでも本当そんぐらい、結構歩いてね着きました。でまあその時に撮った写真はね、もうあの最後に載っけようかなと思うんで、はい、今は出しましょう。神戸に来てまだ2時間も経ってませんが、すげえいいところだなっていうのがもうね、シンプルな感想ですよ。はい、住みたいよ、代官山蔦屋書店みたいなね住みたい、本当。いや、いい街っすね、神戸ね。もう海がすごい綺麗だし、はい、気に入ってます。ちょっとね、これからモノレールに乗ろうかなって思ってます。この電車は三宮行きです。次はポートターミナルです。 This train is bound for P01 三宮 Station. The next stop is P03 Port Terminal Station. はい、では2軒目こちらですね。これはグリーンハウスバルトというお店でございます。2軒目のモーニングですね。何回お前はモーニングを食べるんだというツッコミが聞こえてきそうですが、このねカレーがすごい美味しかったですね。具も結構お肉とかゴロゴロ入ってたりしまして、食べ応え結構あったんですよ。でジュースとかあのお茶紅茶みたいなのが飲み放題だったんですよね。それで1,100円、税抜きだったかな、ちょっと定かではないですけど、そんぐらいなんで、あらまあこれはいいわねということで、ここでもう9時45分、なので阪急が10時に開店するので、まあ、直前まで時間を潰しておりました。やっほー、初の店舗の有林堂だぜということで、無事有林堂神戸阪急店に着きました。もう感無量、何も言うことはない1時間ぐらいねじっくり見させていただいて、本と有せかグッズとブックカバーをね買わせていただきました。いやーよかったっすね。もうでこれね、ブッコロちゃんのサインですね。祝関西進出毎度お気にと、いいですね、ブッコロちゃんらしいサインですね。うん、でザキさんのサインもありました。神戸阪急へようこそね。もうキキちゃんも一緒にね書かれてて可愛いですね。そしてミスターご遠慮こと、柴健太郎さんですね。神戸阪急店にお越しくださいましてありがとうございますと。うん、もうこのサインを見れただけでも来た価値があるってもんですね。はい、来ちゃったということで、有林堂グラングリーン大阪店にもお邪魔してきました。もうせっかくならもう行ってしまえと思ってね、清水の舞台から飛び降りるような気持ちで、お邪魔しました。やっぱりね、戦勝すごい面白かったです。はい、また神戸阪急店とはね違ったアプローチで選ばれてるんだなっていうのがよく分かって、ここでもね本を買わせていただきました。で個人的にね、あの動画で紹介されてたあのアクリルのねレコードを入れるスタンド、あれがねあったらもう買っちゃおうかなってこう思ってたんですけれども、残念ながらもうなかったですね。はい、それがちょっと残念でしたけど、現物見てみたかったなと思ってたんで、うん、でも本も買えたし満足でございます。はい、で有林堂グラングリーン大阪店出た後にですね、納めの昼食をいただきまして、この何ですか、このケチャップをあえたパスタの上にとんかつが乗ってるというね、すごい組み合わせだなということで、はい、心斎橋三津屋さんっていうねお店で、食べましたね。はい、まあお腹空いてたんでね、美味しかったですよ。うん、で梅田のね紀伊国屋書店さんに行ったりとか、そっから神戸にまた戻って、
で、どこだったっけ、あ、そう、純駆動さんとかね、行って、本をまたねブラ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 とこう見させていただきまして、でこの後にですね、その今日というかその日朝のね空いてるお店を教えてくれたあの坊やさんとね、なんとお会いできたんですね。はい、その時の写真がですねこちらでございます。はい、こちら、坊やさんでございます。坊やさんはもちろん俺と同じで油淋鶏なんですよね。あ、油淋鶏が何のことかわからない方に説明しますと、油淋鶏しか知らない世界を見てるファンのことを総称して油淋鶏と言いますけれども、はい、お会いできました。あの文房具のねお店で待ち合わせしたんですけれども、もうね坊やさんの方からねすぐバッて声かけていただいて、もうものすごくフレンドリーな方でですね、もう助かりましたね。もうあの割とね、あの俺人見知り、まあそんな極端ではないんですけれども、まあ、しちゃうタイプの人間なんですけれどもね、本当にもう気さくに話していただいて、もう助かりまくりでしたね。はい、もうおんぶに抱っこですよ、この神戸旅行はね。本当に坊やさんのおかげと言っても過言ではないでしょう。はい、でね、このお店なんですけど、観音屋さんっていうところで、坊やさん曰くチーズケーキがすごく美味しくて有名だということでね、連れて行ってもらいました。あーもうね、チーズの匂いがすごくって、もううめえなこれって、ほんと心底思いましたね。もう坊やさんがねおすすめしてくださるお店どれも外れがなくて、うん、もうかなりの食通だなという感じでございました。でここを出た後にもあの中華街をあの案内してくださったりとか、あと施設の名前ちょっとど忘れしちゃったな、なんかのモザイクっていう商業施設の近くにこういう神戸のね夜景が見えるポイントがあったりしてですね、もう綺麗でしたねこの夜景も。もうほんといろいろ案内してくださって、でも最終的にね、あの新神戸駅から帰りの新幹線に乗ったんですけれども、もうその駅までねもう見送りにあのついてきてくださって、もう本当に本当に本当にもうねありがたい限りです。もうこの場を借りてね、坊やさん、あの改めてお礼申し上げます。無事に帰れましたのでありがとうございました。いかがでしたでしょうか。現在ですね、11月5日から一夜明けた11月6日の、11時35分でございますね。はい、もう本当にね楽しかった、もう夢のように過ぎていった時間でしたね。本当にもうまた行きたい。本当にこれは冗談抜きで神戸ものすごくいい街ですね。うん、やっぱ俺海好きなので、なんか海が好きな方だったらもう神戸一回行ったら虜になってしまうんじゃないかなと、はい、思いました。あ、そうそう、であのちょっとね油淋鶏で2店舗でねあの買ったものですね、ちょっと写真をここに出しましょうね。はい、はいですね、まあこれを買いましたと。いいですね、この木製のこのポストカード、ね、これがもうね残り4枚ぐらいしかもなくて、でもその今ある分でもうとりあえずはもうおしまいなんだそうです。はい、坊やさんがおっしゃってましたけれども、なんでねよかったですこれ買えて、ね、かわいいこれ、ぶっころちゃんとこの神戸タワー正式名称知らないんですけど、はい、これはねあの机の上にですね飾らせていただこうかなと思っておりますよ。でさ、このブックカバーね、これすごいね可愛いなと思って買ったんですよ。で今までこのブックカバー俺見たことなくって、でへー珍しいと思って、でも多分油淋鶏限定販売とかそういうわけではないんですよ。
で、あ、いいなと思って買って、で、どこだったっけな、あれ。確か梅田の紀ノ国屋さんだったっけか、あったんですよね、普通に。だからその、わ、珍しいブックカバー買えたわ、ウキウキっていう気持ちは、多分1時間も持ってないですね。いやいや、でもね、だとしてもすごい可愛いブックカバーだったのでね、はい、買えてよかったです。少なくとも俺は今まで見たことはない、このブックカバー。うん、というわけで、この動画ね、すごい編集するの大変でした。まあ、普段のね、動画がそんな大した編集をしてないっていうのもあるんですけれども、まあ、その反動と言いましょうかね。めちゃめちゃ時間かかりましたね。はい。まあでも、はい、無事に、帰ってこれましたし、ね、こうやって動画も完成しましたので、まあなんかこう、一人でも多くの方、今、遊林中の方ももちろんですけれども、そうじゃない方もですね、まあ一人の、ね、基本本当に俺は、インドア人間で、外に出るのって、あんま積極的に行くようなタイプの人間じゃないんですけれども、そんな男をですね、神戸までわざわざ行かせようとする気持ちに、させたと言いましょうかね。っていうのはやっぱすごい影響力だなと、はい、思いますので、ぜひね、幽霊道しか知らない世界を知らない方はですね、一度見ていただきたいですね。はい。まあ、書店のチャンネルっていうことなんで、その本の紹介とかをするチャンネルなのかって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、全然そんなこともなくって、文房具ですとか、もう全然本と関係ないこととか、面白おかしくですね、やってるチャンネルですので、本当にぜひ一度見ていただいて、幽霊地の仲間入りしましょうよ。ということで、はい、かなり長い20分ぐらいの動画にもしかしたらなっちゃうかもしれないんですけれども、はい、ここまでご覧いただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録してください。誕生日はもう昨日で終わってしまったんですが、まだまだお祝いメッセージとかね、受け付けておりますので、よかったらね、なんか言ってくださいよ。はい。はい。というわけで、長々とありがとうございました。では、また次回。トゥン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 ト